皆さんこんばんは。8月4日の翔チャンネルです。昨日から臨時国会が開会をしておりまして、参議院選挙で当選をされた新人議員さんが党員をしてきています。はい、で今回の臨時国会は、たった3日しか開かれないということで、私たち野党は非常に不満を持っています。安倍総理の国葬の法的根拠もありませんから、その議論もしなくてはやっぱりいけないですし、何よりもですね、安倍総理が銃撃をされた原因となる、旧統一教会の問題ですね、ここの議論もしっかりしていかなくてはいけないというふうに思っていますし、コロナ対策もですね、しっかり実は国会でやるべきだというふうに思っておりますので、国会を開かないということは非常に問題だと思っています。なんとかですね、閉中審査でコロナの質疑や委員会が開かれそうというような話も聞いているんですが、国会を開いていれば全ての委員会を動かすことがやっぱりできますので、この状況でたった3日しか国会を開かないということについてはですね、議論をしない政権与党ということで、私も非難をしたいというふうに思っています。何でも反対の野党って言いますけれども、全然議論しない民主主義、国会、議論する場なのにそういう態度を取っている方が私は問題だというふうに思っています。はい、そして今日はですね、国会の中日ですね。はい、今日は委員会も本会議もありませんでしたので、国会見学に小学生の方が来てくださいました。お母さんと一緒に、はい、もうバシバシと記者のようにですね、いろんな質問をくれてですね、どうして政治家になったんですかとか、女性議員が増えないのはどうしてですかとか、勉強ができないと国会議員にはなれませんかとか、どのタイミングで勉強しようと思いましたかとかですね、いろんな質問をもらって、私も初心を忘れてないつもりなんですが、改めて取り戻すことができました。本当に良かったなというふうに思います。そしてこのようにですね、あ、嬉しいですね、見てください、これ見えますかね、こんな感じでですね、はい、塩村彩香先生へ今日は国会を案内して、くださりありがとうございましたということで、このような似顔絵をいただきました。非常に嬉しいですね。はい、とっても若く、綺麗に描いていただいておりますので、このように私が見え続けるようにですね、フレッシュな気持ちを忘れずにいたいというふうに思います。とても嬉しいので、ずっと飾っておくことにしたいというふうに思っています。はい、明日はですね、本会議がありまして、臨時国会が閉まるということになっています。明日は8月5日ですね。8月6日の前日ですので、私は明日広島に移動していきたいというふうに思っています。平和記念式典に参加をいたします。はい、ということで今日これからですね、 PCR 検査そして抗原検査に行ってきて陰性であるという証明をしてから移動したいというふうに思っています。それではまた明日。実は毎日塩チャンネルはですね、開会中は更新するということでしたが、昨日は忘れておりました。はい、明日は更新します。それでは。